心を育てる4つの中ということで、時間もあるので十分いただきましたので、思う存分の話をぜひ皆さんに私の子育ての、まあ、根幹というものをお伝えできるんじゃないかと思います。で、まず子供の心に抵抗力をつけるということです。意外と私いつも言うんですけども、子供、まあ、皆さんね、お子さんを持っていらっしゃるお母さんお父さんなんかはどういうふうに考えられるかというと、まあ、一番さん心配なのは、まあ、心配の子育ては心配なのはつけないもんですけども、やはりこう、まあ、なんて言いますか、まともまともてという言葉ね、非常に語弊がありますけども、まともにこの育ててくれるかしらということで、間違った道へは進まないかしらということもやっぱり考えられるかもしれません。しかし子供をね、非行から守る方法は本当に簡単なんですよ。まあ本当にこの公園時々子供を非行から守る方法ということで話させていただくことがあるんですけども、本当のこと言えば、ね、一言で済んでしまうんですよ。まあ、しかしね、せっかく、まあ、こういう場で話しますから、一言で済んでしまったんでは公園になりませんので、まあそれにおいて配慮をつけて、この子供を非行から守る方法ということで話していくわけでありますけども、まあどうぞ、まあ、のどかな、国家的な、本当にこう静かで出てますから、この地方というか、ここ、秋田県というか、素晴らしいところだなというのを実感して、電車に乗ってやってきましたけども、こういうこののどかなといいますか、こういうこの風景を見ながら、でもですね、実はこの子どもの世界、皆さんの世界もそうですけども、この4割の善と4割の悪というものが、見えない形で存在しているんですね。これはね、どうしようもないです。防ぎようもないです。世の中に4割の善がある、4割の悪があるならば、子供は成長とともに、その4割の善と4割の悪を身につけていきます。これはお父さん、お母さんにいくら頑張ってもダメなんです。子供は子供で自分の世界を切り開いていきますから、それが嫌なら子供をですね、カプセルの中に詰め込んで、外側との接触を遮断するしかありませんけれども、そんなことしかね、かえって逆効果ですから。4割の善があり、4割の悪がある。そこで、まあ、今からちょうど10年ほど前でしたかね、県下の早稲田大学でですね、非常にハレンチの事件が起きたんです。それはどういう事件かというとですね、新入学生として入ってくる女子学生たちにですね、酒を飲ませますね。で、ぐでんぐでんに酔っ払った後、まあ、いかがわしい行為をするという、まあ県下の早稲田大学でそういう事件があったんですね。で、その時に意見を求められたんですけども、この戦い方は2つあるんです。戦い方は悪との戦い方、もちろんこの4割の善があり4割の悪があるとするならば、我々はその悪と戦っていかなくちゃいけない。しかしその戦い方は2つあるんですね。で、1つは攻撃的にその悪と戦っていくという方法があるんです。これは当然ですね、攻撃的に戦っていく。で、もう一つは抵抗力をつけるという方法が、まあ、ちょっと通るか私が見えないかもしれませんけども、そのこの攻撃的抵抗力をつけるという方法があるんですね。攻撃的という部分については、もう今のように私がですね、やってるようなやり方でやっていくわけです。どんどんそれを叩いていくわけです。で、もう一つは子ども自身の中に抵抗力をつけるというやり方もあるんです。実は私20代の頃ですね、東洋医学というものに大変興味を持ちまして、漢方ですね。で、どういうわけだか、その世界に回る前、なんて言いますか、その前越したといいますか、まあ、入っちゃったんですね。で、本も 3冊書かせていただきました。その中の1つは、東洋医学基礎編っていう本を書かせていただきましたんですけども、それは29の時に書いたんですけども、それからもう30年以上になりますけども、いまだに全国の医学部と神経学校で教科書として使っていただいております。で、その 東洋医学というその世界ではですね、面白い考え方をするんですね。どういうふうに考えるかというとですね、例えば私はこう指を出して、そしてこの、しかし今新型インフルエンザってありますから、あまりこの方法はねちょっと抵抗がありますけど、まあ、ともかく私指をこう出してね、こうずっとすりますね。そうしますと、この指にはですね、無数のバイ菌がつくわけです。で、無数のバイ菌がつくんですね。で、それを私口に舐めるんです。あら、いっぱいのバイ菌が入ってます。しかし私は病気にならないんです。なぜならないかというと、抵抗力があるから。これが東洋医学的な発想なんです。というのはどういうことかというと、例えばここに病原菌があると、
でそれに対して病名をいわゆるその診断名を特定して、そしてそれに対して攻撃的な治療法を加えていく。これが西洋医学的な考え方なんです。で東洋医学はそうじゃないんですね。病気になったのはあなたの抵抗力の方が弱いからだ。病原菌の方が強いからあなたは病気になった。じゃあ病気を治すにはどうするかというと、時間はかかってもこの抵抗力を高めていけばいいんだ。そうすると病原菌の方が出ていく。これが東洋医学的な発想なんです。私はたまたまそういう形で東洋医学に興味があったのです、ね、ていうかまあそういうその知識があったのですから、今から10年ほど前にですね、早稲田大学大事件が起きた時に、じゃあどうすればいいかって話を、まあ、聞かれた時に私はこう答えましたね。子供の抵抗力をつければいい。そうすればいい。ここなんですね。子供の心に抵抗力をつける。じゃあどうするか。これが非行を守るという方法につながっていくんですけども、これが一言で済んでしまうんですね。どういうことか。こういうことなんですね。まあ皆さんも今、幼児期のお子さん、あるいは小学校低学年のお子さんを無視しようから、覚えていかれるといいと思いますけど、ちょっとまた周りに説明させていただきますけども、これは心理学 の教科書に出てるような話をして、私の話はありません。私はこうありたい、こういう人間でいたい、こうしたいという概念を自己概念というんです。自己概念ね。自己概念というんです。これはあります。皆さんもあったでしょう。今もあるでしょう。私はこういう人間になりたいんだ。みんなにはこういうふうに見られたいんだ。私はこういうことをしたいんだ。こういう自分像を描くわけであります。これを自己概念というんです。そして、現実の自分はどうなんだと。現実の自分はどうなんていうところ、現実自己というんです。現実に自分は何してるの、今どういう状況なんだ、これを現実自己というんです。これを一致させてあげるんです。これを自我の同一性と言いますけども、思春期に入りますと。まあ、大体小学校3年生ぐらいから思春期前夜に入ります。そして小学校、今早いですから、5、6年から思春期に入っていくわけであります。そしてその頃、この思春期を通して、自己の同一性というものを、皆さんは、というかお子さんもそうですけども、自分で確立していくわけであります。自己同一性を確立していくんですね。この自己同一性が確立したことが強いんです。これは強いんですよ。多少の誘惑があっても、それは子供のことですから、興味本位、好奇心で多少悪の道に入るかもしれません。友達が多いタバコ吸ってみるかって声をかけられる。じゃあちょっと吸ってみるかなって言って吸ってみるかもしれませんけども、その後も吸いませんね。しかしこの自己同一性ができてない子供の場合は弱いです。で、これ今からもう5、6年前ですけども、印象に残ってるんですけども、静岡市の隣に、今静岡市にありましたけど、清水町というところがありまして、そこの健全育成会でこの話をさせていただいたときに、この質問が出たんですね。先生、それはその、どういう心の状態ですかって聞かれたんですから、私ね、ふとね、思いつきだったんですけどね、こんなこと言っちゃったんですね。それはですね、っていう話になったと思うんですけども、その時はとさにこう言ったんですね。例えば、結婚するときにもですね、まあ、ラブラブで、もう相思相愛で、もう結婚したくて、したくて、そしてもう周りの人も祝福されて結婚した妻っていうのがいますね。こういう妻、奥さんっていうのは非常に強いです。心に隙がありませんから。旦那がね、7時に帰ってくる。時計を見ながらね、ね、料理を作る。6時、5時、あと10分で帰ってくるわ。あと5分だわ。はい、あと5分だわ。こういうふうにして旦那が帰ってくる奥さんもいるわけです。ね、そしてピンポーンってなりますと、おかえりと言って、夕飯できてるわ。こういう関係であったら、夫婦の間に隙間がないでしょう。こういう夫婦はね、多少の誘惑があってもね、跳ね抜けてしまうんです。街を歩いてる。そしてですね、通りを歩いてると、若い男がですね、奥さん、ちょっと遊んでいかないって声をかけたとしますね。しかし、こういう奥さんは、ね、隙がありませんから、そのままないわけ。ポンとやり返して、あるいは変な電話かかってきて、奥さん、体疲れる薬があるけど、ちょっと使ってみないって言ったとします。そんな私、暇ないわって、ガチャッと電話を切る。しかし、世の中はこういう夫婦ばかりじゃないんですね。適切だろう、財産見当てろ、払いせろ、いろいろあるでしょ。そういうその感じでその結婚した奥さんもいるわけです。無理やりでも知らないけど、うるさいし。